なぜかそんな話になってる。はい、ではこれから駐車場の方に向かいたいと思います。はい、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。久しぶりや、こういう、なんか。今、ここはどこですか？清滝トンネル前。はい、来ました。行きました。どっち書いてある？うん、はいはい、長さ12メートルもある。最大級だと、京都近郊で。結構しっかりした竹。死にますね。霧増えたな。増えた。ね。雲も。この雪山さんと岩場さん。矢部さん。うん。上に。矢部も行く？なんかすごい。電気を消して。うわ、冷え。お金確認してる。あ、それだったかな。これつけても使い張る。
タイトル悩んでるらしい。あれ撮ってる撮ってますよ。いや待てよ。何の反応もしてくれてないし。僕じゃあ夜山でいいですか、山ちゃん。いいっすよ、夜山で行きましょう。夜山で行こう。タイトルは夜山です。オッケーです。来ました。10時。じゃあ一人ずつ感想を2人には。はい、じゃあ皆さんから感想をどうぞ。すごい神秘的な体験ができて、あのアンテナ企画の中でもかなり3本の指に入るいい企画だったと思います。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、雪が良かったです。なんかいい展示ができそうです。ありがとうございました。はい、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。